どうも伊集院光です。すいません、今まで隠してて本当すいません、伊集院光です。いや本当に何度も言おうと思ったんです。あのこのまま黙っててもこうどんどん言えなくなるって分かってたんですけど、もうでも明日言おう。でも今日もね言えねえんじゃねえかなと思ったんですけど、楽になりました。伊集院光です。そしてどうも泣くな。この感想です。えらい、僕も言えました。俺わかるよ、言えねえんじゃないかなと思った。いや俺わかる、なんかなんでだったのきっかけわかんないんですけど、最初の時に言うのを躊躇して、次の日言えばもうそれはい、そしてちょっと待ってくださいよ。これは無理ですって、もう。何が何ですか、えなんで僕の時来る前に、一個会話みたいなのがあって、僕行くのがもうわけがわかんなくて。なんでここで上手に、あの、ハードルまで上げるじゃないですか。はい。で、このハードルの緩んでるビスを全部締めて、絶対止めないようにして、絶対止めないで、しかも、倒せないようにするために、下もガンガン下を止めて、あの、すねを打って、もんでる言って、と思いながら、まあ、渡すのが僕らのやり方なんです。ハードル補強が僕らのやり方なんです。あなたのやり方は何つかず、その感じ。さらに補強したやり方。さらに。お天気のりです。よろしくお願いします。いやー、もう本当にやめてほしいですわ。何がですか？あの感じ。まだね、その例えば泣いて、自己紹介されて、はい、泣いて、自己紹介されてだったら分かるんですけど、一回会話みたいに入るじゃないですか。しかもさ、って言いますよ。明るくって言いますからね。そうなんですよ。僕も思って、泣いて自己紹介だと、泣くか笑うかすれば大体できちゃうじゃないですか。それを一旦こっちで長めのロングの芝居をしてから、そして、やられたらもうどうしようもないですよ。もうすみませんでしたからしか入れませんよ、本当に。すみませんでした、ノリです、みたいな感じになっちゃいますからね。さあ、今回ちょっとですね、あの、趣向を変えまして、はい、いつものトークテーマの、あの、メールもいいんですよ。はい、いや、それが悪いっすんじゃない。じゃあ、それはいいんです、すごくいいんですけども、いや、それは本当にね、うちの、支部長の方にも、相談したんです。支部長。はい、いろんな支部があるんですね。はい、はい。あしたら、いいよ、おトークテーマのメールでやるやつは、あれはいいよ。なあ、ママ、いいよな。ママもいるんですね。はい、なんですね。はい、結構。それで、気付けのスナックかなんかな、これ。で、まあ、そんな、あったんですけども、うん、あれ俺のボトルこんなに減ってたママ。そんな、こないだ酔っ払ってたから、なんつってね。捨ててるな、ママ、きっと。ママ捨ててるな、ちゃいちゃい。ミネラルウォーターの口がいつも開いてるな、お前の店は。カルキクセシなんつって。で、そんな話も全部した結果、いやいや、はい、メールの、テーマで話すのも、まあ、いいんだけども、はいはいはい、いいんだけども、いつもやってるコーナーみたいなのね。うん、はい、例えばこれ、ポッドキャストだけでこの番組を楽しんでて、生放送は薄気味悪いから聞きたくないよ、つって。夜中にお前勝手に生放送やってっか知んねえけど、はい、こっちは夜中はもう、夜通し延々と手慰みをしてます。もう、そっちもそっちですよ、6キロ痩せるぐらい手慰んでますんで。そりゃ忙しいわ、うん。夜の生放送は知ったこっちゃねえよ。そうね。6キロ痩せるやってんだったら。はいはい、腐ったレンコンでも食って、もんどり打てっつってね。そういう。何怒ってんだよ、その人も。相当切れてますね。変わった人です。でもそういう変わった人もいますし、はい、あと単に、昔は聞いてたんだけれども、はい、最近ちょっと仕事忙しいんで夜聞けないっていう方、はいはい、あれそっちの方が多いそうそう。絶対そうですよ。絶対腐ったレンコン食って、もんどり打てって言われない。言われないですよ、大概は。まあ、あとこの番組をこのポッドキャストで初めて知って、んでまだその夜の生放送の方はちょっと知らないんですよ、はいはい、知りませんよ、はい、あと自分の家がどこなのかも知りませんですよ、ね、あの屋根が赤かったこと以外一切思い出せませんね。何があったの外出時に、ね、何があったの駅名日報で始まる駅ってあります。もう2しかないですよ、ね、だからなんか当たるだろどれか。ねっていう人がいるじゃないですか、はいはい。で、そういう人に、実はこういうコーナーもやってんですよっていう話をこう紹介したら、はい、あ、そういうコーナーやってんだ。あ、それは面白そうだね。ただ聞かねえよ。お前は、もう、
腐ったレンコンって、もんどり打って、また戻ってきた。もんどり打てよつって、で、病院に行って、何か食べたんですかって、もう食ってないって言い続けろつって。手慰みの人怒ってんの。もうな、縁切りましょうよ、それ。しょうがないですよ、もう。いや、僕はその人にも心を開いてほしいんです。なるほど。はい。そんな人にも、いきますか。まあ、今日は、痛み気味のレンコンを食べて、まあ、もんどり打つ、まあ、お腹痛い痛い痛いぐらいで、いいよって。優しい日もある。優しい日もあるんですね。急に優しくなったら。言ってほしい。優しい日もあるんですね。はい、で、まあ、あの、お前らはこれを引き伸ばしたくてしょうがないかもしれないけど、はい、かいつまんでいいかな。え？このくだらないやりとりを。俺らのせい？不毛なやりとりをいくらでも伸ばしたいご様子ですけども、コンパクトにわかりやすい説明をさせてもらう、もう勘弁しかせて。すいません、もう。僕は賛成ですよ。僕は賛成です。あ、一票いただきました。いいですよ。いいですよ。いいですよ。今日だけですよ。本当に大丈夫ですか？明日からちゃんと無駄に、もう引き伸ばしていきます。もう、本題行かないまま下手したら終わってきます。終わってるのにしてくださいよ、本当に。ってことで、人気コーナーの。はい。人気コーナーの一つを取り上げて、こういうコーナーやってますよ。はい。で、今までその番組で披露したネタにこういうのありましたよっていうのを、うん、まあ、1、2個。はい、はい。選ぼうということで、性の目覚め。はい。性のコーナーっていう、ね。はい、はい。自分のこう、性に関する記憶とか、はい、甘酸っぱい思い出とか、うん、白くて透明な液の話をですね。ああ、素晴らしい。送っていただいてる。はい。そういうコーナーなんですけど、はい、これはまあ、お天気ののりくんが、まあ、これ、ポッドキャスト出演してもらってますけど、はい、リスナーとして大好きだという。半端じゃないです、僕、この、なんつうんですか。崇拝の仕方が、このコーナーの。このコーナー、もう崇拝もう崇拝してる。崇めてる。崇めてるんだ。素晴らしいですよ。もういつもこのコーナーを聞いていいネタがあると、はい、それのイメージの彫刻を掘って窓からぶん投げてるんだよ。もうね。何ぶん投げんだよ、お前。飾っとけよ、お前。じゃあ、まあ、のりくんに今日は二つ、今までの採用されても読まれてる作品なんか、二つ、その、はい、いいの選んでもらいましたんで、はいはい、じゃちょっと聞いていただきましょう。はい、一つ目はですね、ペンネームミスターグリーン。私はコンパクトデジカメの電源を入れた時や写真を撮る時のピント合わせで前後に少し動くレンズの動きを見ると妙にエロい気分になる。素晴らしい。あるよね。今特にあるズームコンパクトだけどズームできますよみたいなやつが。三段ぐらいがウィンって伸びて、ちょっと縮んでから、もう一回出るやつですよね。中学生の頃、私の学校にプールがなく、プールの授業の際には、3日間近くの遊園地のプールを貸し切りで授業をしてました。はい。授業は女子が午前、男子が午後と決まっていて、女子とはプールで一緒になることはなかったので、うん、女子の水着姿に興奮したという経験はありません。うん、男子だけでのプールの授業ですが、中1から中3までが全員集まってやります。そんな中、中1の私の目に飛び込んできたのは、ぷっくり太った明石先輩の陥没乳首でした。なんだあれは？私に衝撃が走りました。しかも、明石先輩はそのことをみんなからいじられてとても恥ずかしそうです。その時には性的興奮などは全く感じませんでしたが、明石先輩のヘンテコリンな乳首は私の記憶に焼き付きました。時は流れ。それから性への関心が高まるにつれ、AV のジャンルに陥没乳首というジャンルがあることを知り、パッケージのへこんだ乳首を見て、なんだこれ。明石先輩の乳首みてえだな。と、何の気なしで内容を見てみたところ、何の気なしっていう工程は絶対長いよね。不思議に思って記憶を辿って、それをレジに持って行って借りて、家帰って見てたから、何の気なしでくくるには長いけどね。長いですね。そのジャンルが大好きになりました。女性の乳首が、モテ遊ばれることにより、膨らんでくる様に異様に興奮しました。そして事件はある時に起こりました。クラスの女子がデジカメで写真を撮ろうとして私にカメラを向けた時、コンパクトデジカメのレンズがギュギュギュッと音を立ててせせり出し、ピント合わせのために少し前後に動きました。
首の動きと同じじゃないか。デジカメを手渡してくれたこの子の乳首もまさかこんな風に。これに気づいた時、私のおちんちんはカッチカチに固まっていました。それからというもの、女の子がデジカメで写真を撮るときには必ず正面に回って覗き込んでみたい衝動が止められなくなり、私の周囲の女の子のデジカメには私の前かがみの写真が膨大な量撮られることとなりました。ちなみに私は写真を撮られること自体はあまり好きではありません。しかし写真を撮られるぐらいでこんなに楽しい思いができるなら喜んで写真ぐらい写ります。特にいいのがまず電源を入れた時のせせり出しです。これね、あの最後の締めの一行がすごくいいんです。特にいいのが電源を入れた時のせせり出しです、うん、明石先輩ありがとうございました。素晴らしい。感謝してですね。正直、明石先輩、あんま関係ないです、この話。確かに関係ないですね。明石先輩自体は、どうでもいいんですか。まあ、そうですよね。もうでもね、これを読んでから、はい、もうなんか、俺は明石先輩にも会っていないし、何も好きでもないんですけど、デジカメ見ると、うわぁ、そうですね。ぐっと来ちゃいますよね。いや、素晴らしいですよ、この話は。すごくいい話ですね。てか世の中にフェチって何種類あるんだろうと思う。そうですそうですよ。相当ですよこれ。陥没乳首っていうジャンルあんだね。あるんですね。俺全然たまにいますけどね、そういう人はいるよね。人はいますけど。小安くん、小安くんそうだと。俺あれ小林です。俺小林。二人とも例に挙げてる男子だよね。完全に男子だよね。そうなんだよ、ね。小林。でその当時。小安くんって小学校5年6、まあ、中学校でもちょっと一緒だったか。でも小学校5年6年ぐらいの、はいはい、まあ、俺のライバルのデブチンで、はい、あの、色白の子だったんだけど、はい、なんていうのかな、興奮すると乳首が立つみたいなことは知らない頃だったのね。はい、でも言われてみるとね、あれ小屋ピーで、小屋ピーさ、今日乳首普通じゃねえっていう日があったの。たまに。トイクの、いつも小屋ピーの陥没乳首って言葉かもしれないから、はい、小屋の乳首へっこんでるとか、はいはい、変わってるって言われてたのに、そうね、一ヶ月に一回ぐらい普通の日があって、はい、あの時、小屋ピーは何に興奮してたんだろうってちょっと思うんですけど。おー。ちょっといいですね。で、もう一枚。はい。はい、まあ、こういうコーナーなんですよ。ペンネームレモンコンビ。私は、ボヤという言葉を聞くと体の芯がポッポと熱くなってきます。小さな火事的な意味合いのボヤですが、放火をしたいという願望があるとかそういうことではなく、ボヤという言葉がエロいのです。小学校5年生の時に住んでたアパートで火事がありました。夏の日の夜だったと思います。4階の住人の風呂が出火元でした。男親たちは消火器を持って駆け上がっていき、母親たちは子供を連れて目の前の空き地に飛び出していきました。とても混乱していたように思います。私が空き地に出たすぐ後に4階から駆け降りてきた幼馴染で初恋の相手でもあるマキちゃん。出火した部屋のすぐ隣に住んでいたマキちゃんはちょうど入浴中だったらしく、なんとバスタオル1枚でした。当然僕の目は釘付けです。夕闇に白いバスタオルのコントラストを今でも鮮明に覚えています。結局、消防が来てすぐに鎮火され、大人たちは口々に、ボヤだったか、ボヤでよかった、ボヤで済んだ、ボヤ騒ぎ、など、当時の僕にはわからない単語を口にしていました。その時です。マキちゃんのバスタオルがパサッと落ちたのです。僕の目に飛び込んできたのは、不思議なところに生えた毛。アンダーヘア、下の毛。今でこそ様々な言い方を思いつきますが、うんうん、当時それを表現する単語を習得していなかった私に、大人たちが連呼していたボヤという言葉とマキちゃんの謎の毛が溶け合っていき、ボヤこそがこの毛の名称だ。すり替えちゃったなぁ。と、すり込まれてしまいました。すごいなぁ。今でも、
ニュースや世間話で、ボヤという単語を耳にすると、なんで突然エロい単語と思い、体の芯が、ポッポと熱くなっていくのです。これは素晴らしい。これは名作だよね。すごいな。知らないこと、要するに、主人のいない名前と、名前のない主人っていうか、衆と名前の関係みたいな。その物と名前の関係の、実物がなくて名前だけのものと、物があって名前のないものが、同じ日に目の前に登場してるから、そこに、ガチーンとハマっちゃったんだよ、ねね、うん。で、しかもね、ぼやっぽい。確かになんすよね。ぼやっていう、なんか感じですね。ぼやっぽいよね。ぼやですもの。はい。だって、さ、結構さ、あの毛の形状って大事じゃないですか。はい、僕らがエッチなものを見るとき大事じゃないですか、はいはい。あんまり剛毛なのも嫌だし、はい、まあお好きかどうかしませんけども、まあ、河野さんはね、剛毛がケツ間のびっちりとした血源まで繋がって、それが縦髪まで繋がってるのはまあお好きでいらっしゃるっていうのは、まあこれ、まあ大事だもんね。有名な話ですよね。有名な話。剛毛ライクのこと話しました。はいはいはい。魔物みたいな、デーモン族みたいなやつが好きだっていうのは、変わってるなと思ったんですけど、まあ、変わってると思いました。もう、まあ一方ね、ノリさんはね、はい、低毛マニアで、もう完全に、頭髪から体中の毛が全部、剃ってある。まあ、ノリさんはそれを弱腸と呼んでらっしゃる。あのジャンルが お好きだったら、まあ。ほら、どっちに転んでもやっぱあれだね。大変ですね。でもなんか僕の中では、ぼやな感じがすごい。いや、わかりますよ、これ。ね、ぼや感、はい、ぼや感ですよね。そうなんだ。でもなんだって時に、ぼやっていう言葉いや、でもあれの名称がわかんなかったり、ね、その、やっぱりさ、なんつうの、火って興奮するってよく言うじゃん。はいはいはい、人間がまだその、火を制する前のあの野生の部分で、興奮するとか、うん、生命の危険とか、それとエロいものとか恋とか全部一緒になって大パニックの時に、はいはい、そこががっちりこう行っちゃったとしても、それ行っちゃいますよ。これしょうがないですよ。しょうがないですよ、ね。うん。素晴らしい。いや、むしろ僕はもはや、例えばノリ君で話してて、はい、どういう感じの、その、例えば部屋の写真集でどういう感じのものがいいですかって言ったら、はい、普通に何の迷いもなく僕、ぼやがいいんですっていう話をして。いや。むしろね、変な話、金田一秀夫先生にこれすり込んじゃえばいいわけですよね。そうですよね。そっちの方にね。そっか。そしたら多分次の時点に乗るかもしれない。ああ、そうですね。逆に。なん、もう本当に素敵。すごい綺麗ですよ、この話。なんかね。これ道徳の教科書に載せた方がいいですよね、どうやってもね。習いたいですもん、この話。はい、そういう人間のそういう心理ですもんね。そうですよ。うん、が、すごく現れた話ですよね、その。茂木先生とかに。いや、そうですよね。茂木先生も頭がちょっとぼやな感じがする。ちょっと確かに髪型がね、ぼやっぽい感じがする。ここで言うぼやの感じじゃん。ぼや体験、ぼや体験。ハマっちゃった、のりちゃんに。ね、のりちゃん。笑っちゃって。のりちゃんたまに僕をすごい甘やかしますよね。甘やか、今。下系で。ね、ぼやで。このコーナーこういう、いわゆる、ちょっと性絡みなんだけど、いやらしいだけじゃなくて、自分の性の目覚めってこういう感じだったなとか、そういう、なんか性に関することなんだけど、みんなのいいとこ刺激するようなやつが、いただきたいと思ってますので、ぜひ、このポッドキャストを聞いて、そういうのあんだったら俺あるよっていう方いらっしゃいましたらですね、番組の、この番組のホームページの方に投稿フォームがありますので、うん、性のエピソード送っていただければ、はい、これ幸いですと。